まあ、初めて V のラバーでも打たせていただいたんですけど、まあ、今自分が使っているのは R の方を使っているんで、まあ、R の方が補線が出やすい、まあ、回転がかかって山なりのボールが出やすいかなという印象 で V は結構スピードがもうカーンってかなり刺さるようなボールが出やすいなっていう印象でした。はい、ループドライブも R の方がラバーにくっついて振った方向に飛んでいくような印象でした。で V の方が少し低く、思っていたよりも低めのボールが出ている印象でした。うちは R の方がこう掴んでる感じがあったんですけど、 V の方がなんだろうな、こう球離れが少し良くて、でスピードが出やすかったかなと。で掴んでる感触は自分の中ではそんなになかったんですけど、飛んでたボールを見ると自分が思ってたよりも早く飛んでてたんで、結構いいボールが出るなと思いました。カウンターについては R の方が少し、そうだな、山なりのボールっていうんですかね、台に収めやすいかなっていう印象でした。で V の方が威力のあるカウンターが出るなという印象でした。そうですね、フォアハンドをでは今まで僕は R を使っていたんですけど、今日初めて V を打ってみて、持っていたよりもすごくやりやすくて、でその回転がかかりにくいのかなと思っていて、まあ食わず嫌いじゃないけど使ったことなかったんですけど、実際に打ってみたらそんなこともなく回転もよくかかりますし、それでいてスピードがすごい出やすかったんで V に変えてみようかなと思いました。